どうもこんにちは、三浦です。今回はですね、ソード限定にはなるんですけども、こちらのカモネギをゲットして、さらに進化条件が結構ややこしいんだけども、1回の戦闘で急所に3回当てて相手をやっつけるっていうのが、まあ、条件になってるんだけども、この特殊な条件を満たしてネギがナイトにしていきたいなと思います。カモネギが出てくるのが、まあ、ソード限定にはなるんですけども、この5番道路らしいんだよね。まあ、らしいっていうか一回ゲットしてるからな。なので一旦この近くのターフタウンに飛んでから、でターフタウンからこっちに行けばいいのかな。これが5番道路だよね。確か1回目捕まえた時は多分ここら辺で捕まえたような気がするんだよけどな。あ、いた。びっくりじゃなくてシンボルエンカウントの方だね。よし、いった、ゲット。でカモネギを捕まえた時にこの太い長ネギをカモネギさん持っていたんですけど、これを装備させると急所率が2段階上がるということで、これを装備させて、さらにこのエンジンシティのこのおじさんに話しかけると気合ダメのレコードもらえるんですけど、まあ受けちゃっちゃってるんだけどね。それを使って気合ダメを釣れば、まあ3回急所当てるってもね、いけるでしょう。じゃあこれ使って気合ダメっていうのもあるんだけど、気合玉っていう一文字違いのやつもあるからね。そう、これを覚えさせて、さっきの気合ダメはこのおじさんにもらうか、あとマックスレードバトルの報酬で気合ダメが手に入ることもあるみたいなんですよね。さあこれで2回当たった。ちょっと僕のレベルを上げすぎてしまったんだけども、ギリギリ3回いくかな。これお、よかった。最初ソーナンスで行こうかなと思ったんだけど、ちょっとソーナンスちょっとあんまよく戦ってて、あんまいい感じしなかったんで、ちょっとレベルを上げてマックスレイドバトルしようかなと思ったんだけど、それもちょっとやめてみたいな、レベルだけどんどん上がっていっちゃったみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとレベル80になってしまったので、相性の悪い敵と戦ってなんとか急所3回当てた感じかな。来たー、ネギがないと来たねめっちゃ凛々しくなった。はい、ということで今回はソード限定のカモネギをゲットして、急所に3回当てて敵をやっつけるという特殊な条件を満たしてネギがナイトに進化させました。こう急所3回当てるっていうのはね、結構まあ難しくて、急所3回も当てちゃうとね、相手のポケモンがそれに耐えられないっていうことが起こるんですけども、まあ、さっきみたいにカモネギが格闘タイプのポケモンなんですけども、ちょっと相性の悪いポケモンとね、戦えばまあなんとか急所3回いけるのかなっていう感じがしました。ということで今回の動画はここでおしまいにしたいなと思います。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。